皆さん、こんにちは。世の中には様々な種類の車が存在しますが、その中の一つに商用車があります。商用車は一般的に見た目については重視されていません。しかし、日本のメーカーが海外市場向けに販売している商用車の中にはスタイリッシュなモデルがあります。そこで今回は海外向けのスタイリッシュな国産商用車についてご紹介します。 1. トヨタランドクルーザーコマーシャル。トヨタは欧米市場においてランドクルーザーのラインナップにランドクルーザーコマーシャルを設定しています。コマーシャルというのは商用を意味し、つまり商用車版のランドクルーザーです。このランドクルーザーコマーシャルは、一見すると日本で販売しているランドクルーザープラドをベースにしていますが、5ドアに加えて3ドアもラインナップしています。また乗用車のランドクルーザーに比べて割り切った仕様となっていて、もっとも大きな違いは全車2人乗りで、後席は設置されておらず、後席部分は全て荷室です。 2. 日産 NV カーゴ。日産が北米で商用車として販売している NV カーゴは、日本で販売している NV200 バネットよりもはるかに大きいボンネット版で、ボディサイズは全長 6111mm、 全幅 2029mm、 全高 2134mm、 ホイールベース 3710mm とマイクロバス並みのサイズです。ボディタイプはスタンダードルーフとハイルーフの2種類で、ハイルーフの室内高は大柄な男性でも車内で立てる高さとなっています。この大きな車体と積載時の重量を考慮してか、パワーユニットは261馬力の4リッター V 型6気筒、もしくは375馬力の 5.6 リッター V 型8気筒とパワフルなガソリンエンジンを設定。 3. トヨタハイエース。2019年12月に高級ミニバンのトヨタグランエースが発売され話題となりましたが、そのグランエースのベースとなったのが海外で販売している商用車のハイエースです。ハイエースはアジア圏やオーストラリアで販売していますが、オーストラリア仕様ではボディタイプがロングホイールベースとスーパーロングホイールベースの2種類用意されています。ロングホイールベースがちょうど日本仕様のグランエースと同等のサイズで、スーパーロングホイールベースはさらに長く、全長は 5915mm もあります。仕様は大きく分けてバンとコミューターがあり、2人乗り、5人乗り、12人乗りがラインナップされています。 4. イスズ D-MAX。 日本では乗用車から撤退してしまったイスズですが、海外では今も SUV を販売しています。タイで生産しているピックアップトラックの D-MAX もその一つで、この D-MAX は商用車というだけではなく、乗用車としての使用を想定されているため、デザイン面においても力が入れられていることが特徴です。実際に全体的なシルエットもスタイリッシュにまとまっています。グレード構成は英国仕様の場合、大きく分けてビジネス、オールパーパス、アドベンチャーの3つで、さらに装備や外観、キャビンの違いで合計9種類を設定。 5. トヨタプロエースシティ。トヨタが
欧米市場向けに発売している商用版がプロエースシティです。その他にプロエース、プロエースバーソという商用版を発売していますが、プロエースシティはそれらよりもコンパクトなボディとなっています。実際に数値を見てみると、プロエースの全長 4959mm に対し、プロエースシティではショートホイールベース版で 4400mm、 ロングホイールベースでも 4700mm とコンパクトです。プロエースシティは商用車とは思えないほどのスタイリッシュな外観で、バンパーやドアミラー、サイドモールがボディと同色に塗装されています。さらにフロントグリルやヘッドライト、バンパーのデザインも最新のトヨタ車を思わせるシャープな雰囲気を持っています。いかがでしたか？何かのお役に立てれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録をお願いします。